私も一回そこで慣れ果ててる感じです。そうですよね、元慣れ果てて、子供の抱えるものって恐怖とかは、うん、結構現象に近いというようなことを、うん、なんか言ってましたよね、うんうん、実際私も結構そうは思ってる節があるので、それを見てどう感じたかってことがめちゃめちゃ大事な気がしていてですね、ほうほう、まあ、みんなそんな同じようなことはするけども、それぞれ感じ方は違うじゃないですか、うん、でファクターは知ったというよりも体感したんですよ、うん、でもめちゃくちゃ面白かったのが成果て村なんですけど、やっぱあれコミケですよね。いや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 、これだと思う。言われてめちゃめちゃ感心したのが、はい、カチッと交換してるんで、はいはい、あれマジかって思う。ここに成果ての民は昔からカチの交換してますね。そうなんですよ、はい、ちょっとやられましたね。やられた。そうするとちょっと面白いのが、そのクリエイターの穴に入ると、はい、ちょうどいいところに、ね、人間性を失うか失わないかのところのギリギリのところにコミケがあるとあるっていうのは、結構成果ていますもんね。成果ていますよね。私も一回そこで成果てる感じだった。そうですよね、元成果て。レッシャーそこ、はい、そこね、はい、この間メイドインアビスのファンがやってるスペースがあるの、毎回集まってるのがあるんで、そこによく参加してるんで、大ファンじゃない。で話をしたら、うん、何ナノチが足りないの、君たち足りてますって言う。だってもう今ないじゃん、アニメの方もないから、うん、足りてねえじゃん、振り込みに向けて自給自足しますって言うわけです。ナナチを、で何言ってんだこいつはと思って、うん、もう言葉が通じねえよと思って お前ら今ブラボーだぞって言ったらブラボーって何すかって言われて、もうね、慣れ果ての村と僕の言葉が通じなくて、本当ね、レイちゃんの仮説はあって、ね、うん、そうあの時思ったの。あと面白いなと思ったのが、2期の、まあ、冒頭で慣れ果て村の成り立ちの話を150年前にこう遡っていくじゃないですか。150年前っていうのは彼らの体感時間なんで、そうですよね、まあ、これややこしいですよね、はい、時間 その流れが それぞれの層によって違うという設定があるので、はい、でだからこのガンジャタイっていう、もう名前がもう面白いんですけど、これタイマーズってことですよね。タイマーズだ、全員ドン決まりってことですよね、これ、ね、僕実はガンジャタイのガンジャって、うんうんうん、タイマーって言って知らずにつけちゃったんですよ。そうなんですか、あれを俺確信犯だと思いました。なんだったら、はい、あのハボさんってキャラいるんですけども、はいはい、あのハボさんってつけた後に、はい、インターネットで即ハメボンバーっていう言葉が入るんですよ、ね、それの略がハボだったんですよ。即ハボだったんですよ。遅かった、遅かったんで、あ、やべえなと思って、はい、まあ、あのでもまあいいかと、たまたま言語が被っただけでなんだ気にすることじゃないですね。その慣れ果て村がね、孤児だった少女の体内っていうことになるんですか。そうですね、なんだこれ。このイメージがもうすごいですよね。でも内内を抱えた人たちの集まりがコミケなので、はい、これ間違ってないなという気もするんですよ。なるほど、ね、まだ行くかって。まだ行きますよ。で問題はここのイルミオイの抱えてる罪悪感なんですけど、はい、この埋めない罪っていう、つくしさん、はい、いいですか、聞いちゃって。何ですか、この埋めないって、オリジナル埋めないっていう意味で攻めてますか、もしかしてコミケの人たちを。そんなことある。まだいけるまだいけるですか。これはあれですか、商業誌に行けないっていうことでディスってるってことですか。証拠は揃ってるんですよ。そんなわけある。しかも産んだ赤子を、はい、食して生き残るガンジャ体っていうのは、はい、自分たちで作った水本で透過効果がしますよね。それをおっしゃってるんですか。何言って、お前らは。それこそ自給自足の話が難しくなってきた。コミケっていうのはね、永遠のゆりかごで、問題はそこから出るか出ないかっていう問題を、まあ、それぞれが抱えつつ、でもここで言いたい。でもここで明確にコミケと違うって言えるところがこれなんですけども、はいはい、出る必要は全くない。そもそもなんで壊したんですか。あいつらは、はい、そもそも冒険に行きたくてあそこにいたはずなんですよ。そうですね。だけど、まあ、うん、平和になっちゃったね。なんだけど、はい、つまりこういうことですよね。1975年に虎ノ門の、日本消防会館会議室サークル室32、はい、こっから始まったんですよね。これがコミケの歴史です。その当時のガンジャ隊員の皆さんがこれ少年ジャンプに出てました。あ、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。の方々ということは仕掛けには虫を食う人だったということですね。はい、コミケは壊すな。ただ永遠の、はい、そのゆりかごの中にいて、はい、二次創作を繰り返していくっていうことに対する呪いというよりは、はい、背徳感みたいな。だからその、もし あるとするならばそれがベラフとベコに乗っかってるんじゃないかというようにも見えたんです。へえ、そこまで考えてる人がいるとは思わなかったんで、ちょっとあれですね、今はい、まあそんなわけはないんですけど。そうですね、じゃないです。いい避け方するな。ただちょっと面白いなと思ったのが、面白い、そこから出ろ
っていうようなメッセージやっぱり感じるんですよ。なぜかっていうと、はい、たんですね、母の呪いや怒りみたいなものの化身っていう不屈の姫として登場するわけで、はい、なんだかんだ、永遠のゆりかごであっても像はあるとっていうことなのかなと。あれはだって、はい、もうコミケと明確に違うじゃないですか、言ってみたら。だから私はコミケに産んでもらったようなもんなんで、はい、最初にやっぱの同人誌で、そうですよね、奈良原村出身なんで、はいはい壊すわけがないいやだから出るっていうことが、はい、まあ俺はエヴァンゲリオンの回答になってるかなとちょっと思ってて、エヴァンゲリオンって出ないじゃないですか、母の母体で戦う話じゃないですか。あれそうだっけ、確かに母の体内で母の魂が移ったやつで戦いますけども、はい、うん、最終的にはそういう意味では実家に帰るのって山口のだから最後は出るんですけど、ファプターについてちょっと聞きたいんですけど、はい、この人一回村から出て帰ってこれないわけですね、はい、それって母親の体内に戻れないってことですか。同じだって言ってます。つまりエヴァンゲリオンに乗れない姫ですよ。あーなるほど、ですよね。そういうことを考えてなかったな。の外に出る姫によって何かしら牽引されるものがあって事態は変わっていくわけじゃないですか。なんだろう、でも親が、まあ、ある程度子供はその親に頼ってなんかするっていうのは、うん、まあ、ある話なんで全然と思うんですけども、うんうん、特に関係ないじゃん。いや面白いなと思ったのがファプターって知らないっていうところがテーマになってると思うんですよね。あなるほど、そこは書いてある、ね、書いた母体の中から出てで知っていくことによって、うん、最初は怒りと憎悪と代理戦争ですよね。ああいう形の生き物として設計されてしまったというやつなんで、最後に生まれた子供が、はいはい、怒りの化身みたいな形で出てくるのって、はい、なんか意味があったんですか。子供の抱えるもの恐怖とかは、うん、結構現象に近いというようなことを、うん、なんか言ってましたよね、うんうんうん、まあ、実際私も結構そうは思ってる節があるので、それを散々見せられたわけじゃないですか、今まで生まれてきたやつが、うん、取られて、はいはい、なら、うん、まあ、もっと純粋なものが出てくるだろうと、まあ、最後は結局許さないやつは出てくるんじゃないのと思ってるんで、うん、でその許さないの化身が多分これなんですよ。許す許さないって自分の兄弟を食べられたってことに対して許さないと、あとそもそも母の持った恐怖みたいのも多分受け継いでるんで、まあ、そうなんじゃないかなっていう感じだけど、まあ、俺本人に聞いてないから分かんない、あんま教えてくれないですからね。これでキャラクター作った後に、はい、キャラクターに対してお前どうなのっていうのずっと聞いてるやつですね。ずっと聞きます。でそれで知らないソスって言ってくどいソスが最初に思ってたのは、はい、あれですね、知らないからこそ憎悪だけになってた、一つのものにその囚われてたけど、まあ、最終的にはベラフによって過去の記憶を、まあ、知ることによって、これはでもやっぱ知るというよりも体感なんですよね、うん、それを見てどう感じたかってことがめちゃめちゃ大事な気がしていてですね、ほうほうほう、まあ、みんなそんな同じようなことはするけども、それぞれ感じ方は違うじゃないですか、うん、まあ、ファプトの場合はそう感じたってやつなんで、うん、なのかなってそう海外行ったりとか今を読んだりとかした時に、うん、それを読んだっていう行為よりも、うん、それをどう感じて、うん、それをどう生かすのかってところが大事なんじゃないかなってことが薄ぼんやりと思ってるんで、はいはい、うん、うまく言語できなくてすいませんね。でもなんか、うん、でファプターは知ったというよりも体感したんですよ、うん、そっかそっか、言語じゃなくて匂いは記憶そのもの体感ごと持ってくるっていうようなことをなんか、まあ、ベラフさん言ってるんですけども、うん、まあ、そういう匂いを嗅がされて、うん、やたら匂い出てきますよね。出てきますよ、お日様の匂いふかしたお芋の匂いって何ですかあれは。かわいいね。これもまた僕の勝手な妄想ですけど、コミケだとするとオリジナルでないものを産み続けるイルミュイと、はい、それを愛し続け、そしてそれに名前を付け、うん、それをいたわるベコの関係っていうのは、うん、同人誌作家とファンってことですかね。これなんかそう考えるとめちゃめちゃ美しいですね。じゃあそうするとね、はい、僕このシーンが切ないんですよ。没言語と報われないネームの供養をしてるのベコは名前付けて君はどこで連載したの、これ報われないアイディアとかあるじゃないですか。作家は一回ボスになった原稿のことは忘れます。そうで、忘れます。忘れられないのもあるでしょ。たまにはありますけど。たまにあります。すげえな。忘れられないんですよ。いや忘れられないよね。そう。あの傷がね、深すぎて。ね、そう本当に。だってもうすごい向こうまで考えてるわけじゃん。うん、でここで切られちゃうでしょ。そうそう。ここみたいな。そう。本当。アイディアって出さないと次が出てこないから、出したことが、うん、次何か考えるときに、うん、行かせません、その時のやつ。それはもちろんそうです。でも忘れられないものは忘れられない。だからそこがもうさボンボルドが入ってるんじゃん。で